仕事と家庭を両立しながら再就職を目指す女性を応援するレディーゴープロジェクトプラス。ここでは私のレディーゴーとして子育てママが働く上で役に立つお話をゲストに伺います。今回は重森あゆみさん後編をお送りしていきます。ではまず重森さんのご紹介をいたしましょう。重森さんは小学生の時に見たオペラ歌手に憧れて武蔵野音楽大学附属高校から大学へと進学。大学時代に受けた NHK お母さんと一緒のオーディションに合格し17代目歌のお姉さんになりました。1999年には番組内で歌った団子三兄弟が大ヒットし紅白歌合戦にも出場されています。私生活では2002年に高校生の頃から交際していた男性と結婚。現在は大学1年生のご長男、中学3年生の次男、中学1年生の長女の3人のお子さんのママさんです。重森さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。そして専門家の立場からアドバイスをくださるキャリアコンサルタントの上田明美さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。進行は私小林美希です。どうぞよろしくお願いいたします。もう前編でね、もう私本当毎日あゆみお姉さんを見てたので子育て中その裏話というか知らなかった苦労話を伺って、私たちの知らない ねちょっと葛藤や戦いもある中で感激しました。本当にありがとうございます。でもいつもねチャンネル合わせれば笑顔で、やっぱりプロ意識が高いということが伝わってきました。すごかった ね、 ね。さあ後編なんですけれども、はい、後編は重森さんの3人の子どものママの家事育児術をテーマにお送りしていきたいと思います。ご紹介にもありました重森さんは大学1年生のご長男と、あと中学3年生中学1年生3人のママさんでいらっしゃって、我が家には中学3年生と小学3年生の男の子2人いるんですが、2人だけでも最近食事の量がすごいんですが、いやそうでしょう、そうでしょう、どうですか食事作りは。もうそれはもう当たり前になっているので、大変と言われたら大変でしょうけど、もう大変と思わなくなってますが、ルーティンというかいつものそうなんですよ。もうお仕事、うちは上2人が中学受験をして、中学から私立に行っているので、そこからお弁当が始まりますよね。お弁当もあるんだね今。そうですね、お弁当もう上の子は大学生になったので一人減りましたけど、だからずっと朝午後っていうのはもう毎日です、ね、はい、毎日です。そうですよね、うん、で夜も午後です ね、はい、私もだから3人の子育てをね、してきてやっぱり一生炊きなんですよ、で毎日一生炊いてた、はい、なので娘はずっと私立の学校なのでずっとお弁当で、何年ずっとお兄ちゃんたちも幼稚園お弁当でしたので、お弁当を休んだことがないかもしれないですね。ある日来ます。来ますよ、ね、それが終わる日が来ますか。来ます。いや、そうすると寂しくなっちゃったりしないですかね。まだですけど ねそしたらもう夫に作っちゃいますか。作ったことがないですけど、じゃあそう、もう朝からね午後炊きっていうのは、そうもうそれですごいなっていうのは伝わってきます、うん、もうお兄ちゃんは80以上あるので背が。あ、そうなんですか。そうなんですよ、もうたくさん食べてよく寝て今も大会の水球部なので、水球やってて朝練があるので4時半に起きてますね、今朝も。いや私はもう5時って言ってるので、お兄ちゃん勝手に起きて、で5時に起きてパッとおにぎりだけ作ってあげて持って行ってますけど、すごい、5時が遅いみたいに、今おっしゃってます。もう5時は体にもう染み付いて、何時に寝ても私5時に起きられるようになってるかもしれないです。体内時計ができてきたんですね。すごいですね。そうですね。いやなんか思い出すな、そのぐらいの頃ありましたよね。あ、そうですか、特に今はね、娘が9月から留学をして時差があるので、娘が休む前寝る前に5時から6時の間って話しやすいんですよ、なのでお話ししながらお弁当作ったりとか、楽しみもそういった楽しみにもなってるわけですね。そうなんです、だから苦に思ったことはないですね。でもこれからの時期は寒いから嫌かな。
そして重森さんはですね、ちょっとお話が戻りますけど、ご結婚の話になりますね、はいはい、歌のお姉さんを卒業されてから3年後にご結婚されましたよね、うん、で旦那さんがその時忙しくって、はい、ご長男の時は子育てが重森さん頼みだったというふうに伺ったんですけど、どんなに言い過ぎてすごい夫に怒られてるんですか、何にもしてないみたいじゃんと怒られるんですけど、いや何にもしてなくはなかったんですが、当時主人がすごく忙しい番組を2つ持っていまして、だからまあ今考えると忙しかったで、そうですね、もうとにかくお風呂が赤ちゃんの時って大変ですよ ね、 すね、うん、もうお風呂が終わればもう一安心でそうなので、どうやって生活してたとかも思い出せないぐらい、ね、バタバタと自分のお顔を 夜まで洗えなかったこともあると思います。もうずっと抱っこしないと泣いちゃう子というか、私が下手だったんですね、一人目どうしていいか分からなくて、みんなそうです、一人目は分からないです、一人目は分からない、うん、それであんまり泣かせない方がいいとかいうものを読んだりとかすると、置くと泣いちゃうし腱鞘炎になってるし、もう左手は常に腱鞘炎でした、体が大きい子だったので、そんな中で、あのご主人様と、ね、旦那さんと結婚したら、結婚して子供が生まれたらこうするみたいな話し合いはあらかじめあったんですか、そうですね、いや分かっていなかったんです、子供の大変そう、まあね、姪とか甥はいたんですが、いや分からないです、生まれてこないと、ね、分からない、誰もこんな大変って教えてくれなかったと思う、今宣言しました、みんな可愛い可愛いで、可愛いんだってずっと、まあ、可愛いですよ、うん、確かにもう誰よりも、 もう自分のことなんかどうでもいいぐらい可愛いんですけども、ここまで大変って聞いてなかったので眠れないし、もう寝られない、もう死んじゃったらどうしようってもう思っちゃうので、もう本当大事に大事に大事に、もうそこまでしなくてよかったんでしょうけども、やってましたね、もういっぱい本を読んでは、私とうちの子は違うとかそう、2人目から全く読まなくなってますけどそうだったんですね、やっぱり1人目は分からないし、例えば季節がこれから、ね、冬に向かうと、風邪をね、引くし、そうですね、唯一の救いが1人目がね、病気をあまりしない子だった、あ、よかったです本当もう、でもちょっとでもお熱が出るともう私本当に、ね、裸足で病院に行ったぐらい、なんか本当にもう寒い冬でも、子供をぐるぐる巻きにして病院に連れて行ったら、看護師さんにそんなに巻いたらもっと熱が出ちゃうって教えていただいたりとか、もう本当よく育ってくれたなって思います、うん、そういったね、あの経験を通して、そのご長男が生まれて4年後にお二人目、それからその3年後にご長女が生まれましたよね、どうですか、ご長男の時のそういった感じが続いていったのか、ちょっと余裕が生まれたのか、どんな感じでしたか、いやでも最初ね、二人目が生まれる時、今思い出したんですけど、長男が可愛すぎて可愛がれなかったらどうしようと思ったんです、2人目が生まれる前に、妊娠されている時ですか、そう、あのされ、うん、そうですね、まあ、生まれる前ですか、ちょっと前ぐらいに、まあ、あまりにも可愛い時期だし、特にでも生まれてその我が子を見た瞬間に、そんな不安はもう吹き飛ぶ、見ました、で2人目が生まれた時が一番大変だったのかな、もうどうやって、またお風呂問題ですけど、どうやってお風呂に入れたらいいのかなって、もうその間長男はどうしようとね、そうですよね、うん、私はどうやってお風呂に入ればいいんだろうとか、そう自分の問題も出てきますよね、さらにそうで4歳の子に一度赤ちゃんを見てっても大丈夫、見てるって言われたので、見ててもらってる間にお風呂に入ってもうすぐ上がってきたんですけど、どうなってましたか、いやもうこれ放送できないぐらいの話なんです、そうですか、うん、ゲラゲラ笑ってた、話の範囲で大丈夫です、いいですか、はい、ゲラゲラ笑ってたんですよ次男が、でもドンドンって聞こえるんです音が、何でしょう、急いでもう寝たままで上がっていって、2階がリビングなんですけど、上がっていったら赤ちゃんここ寝てますよね、次男が、長男がドンドンって
って上を飛んで、そうすると笑ってくれるから、はい、ずっと相手をしてくれてたんですね。それだけど飛んでいる。そう、もう本当に神様ごめんなさい、見守ってくれてありがとうと思いました。もう上にもし乗っちゃったら失敗して大変なことになってたなと思って。まだ柔らかいですからね、はい、もうその時だけはもう本当に二人を抱きしめてごめんねって、もう世話なんてしないからもう、それで初めてではないですよ、主人の親にが近くに住んでるのでお風呂の時だけ来てもらいました。もう頼っちゃおうと思いました。もうそれは良かった、それまでは自分で何とかしなくてはと思っていたんですが、もう頼ろうと思ったら気が楽になって、お風呂もまあさっと終わるんですけども、見てていただく間に自分が探してあげも手伝っていただいたりとか、甘えることは悪いことじゃないんだなってその時に、頼るっていうそのなんていう考え方も生まれなかったりしなかったですか？もうそうなんです、うん、もうみんなやってることだから自分もやらないとと思っていたんですけども、はい、そうすることによってみんなが幸せになるなと、そう、母からも先生その会えて嬉しいのよって言ってくださって、言ってくださって言ってもらえて、すごく気持ちが楽になりました。その時に、どうしてもっと早く甘えなかったのかな、もっとシッターさんを頼ればよかったとか、今はすごい思います、だからね、一人目の時は、まあ1対1だからなんとかなるんですよね。そうそうそう、ね、大人が足りないそう、そしたら2人目3人目となるとね、もうやっぱ手が足りなくなるから手伝ってもらおうっていうところだと思いますよ。はい、思いました。もう主人からもこういろいろね、親を倒すと口出されちゃうからとかね、いろいろ言われたりはしてたんですけども、いや、これはみんなが幸せになることだから、よかったな、もうどうしてもっと早く気がつかなかったのかなとも思います。じゃあお風呂の時だけ手伝ってもらってたと、ご両親に。基本的に母にね、義理の母に、母は弟の方の子供もいたので、主人の大変だったと思います。もうあっち行ってこっち行って大変だなと思って、頼りづらいなと思ってたのかな最初は。2人目でそのお願いしますっていうことが言えるようになって、でご長女がその3年後に誕生されて、そこからはどんな感じでしたか？どんな感じだったかなっていうぐらいそうです。でもね、その頃は長男がもう年長さんだったので、もうすぐ小学生って時、2月だったので、長男がもうね、おむつ替えが手伝ってもらえたんですよ。すごいすごいお手伝い、すごい。そうだから見ててねがちょっとできたので楽でした。ちょっと見ててねが本当に大きいですよね。お買い物は行かないです、外には行かないですよ、でも家の中でちょっと見ててねってご飯が作れたりとか、もうトントン飛ばないしね、お兄ちゃんもねベビーベッドにしました私そう、その後でベビーベッド入れたんです、そうです、そうです、私こう、ね、赤ちゃんがこう寝返りとかするのがそのうち怖いなと思って、怖いっていうかもうベビーベッドが使えなくなると思ってたんですけど、安全のためにベビーベッドが必要だとまあでもその時夫さんはの、この家事育児への協力っていうのはありましたよ。いる時は、手伝える時はもう本当にもう眠たいのに、2人目以降もやっぱり主人も大変さが分かっているので、まずいる時はお風呂もやってくれたりとか、できる範囲のことはやってくれてましたね、おむつとか、まあ、今は男性が育児休業を取るっていう時代だし、今もう国を挙げて男性の育児休業を推奨してまして、まあ、女性の育児休業取得率は 80% とかなり高いですし、男性も 17% なんですよ、で大企業に限っては男性も 46% 取ってると、まあ、ただ日数がね、2週間未満の方が5割以上と、男性はね、それでもその最初の生まれたばっかりの2週間とか、パパがいるって助かりますよね。助かりますよ、だんだんこういうふうに
なってきました。そうですね、本当に私3人とも完全母乳で育ててしまったので、ミルクのね、ミルクだけは手伝えないって言われて、そう、あとは、でも最初は最初が大変ですもんね。そうですね、やはりいろいろ女性は大変じゃないですか、痛いところもたくさんあるし、そう、自分の体もまだ大変だし、だからね、男性育休がどんどん、ね、進んでいくようにと、まあ、国を挙げて考えてるわけですし、当事者意識が出るんですよ、パパにね、もう赤ちゃんふにゃふにゃな時から育てて、あ、自分の子だっていう当事者意識で、なんかママのお手伝いするっていう感じじゃなくって、いや、これ自分の子供だからっていう、そうそう、私がおっぱいをあげるけど、ゲップはパパの仕事とかでした。その時寝てねって、そう、ゲップさせないとあれだからって言って、そう今思い出しました。役割分担がだんだんできるようになってきたんで、そうですね、でそういったね、大変な中で2003年から2013年まで、NHK で声優のお仕事をされていたと聞きました。その頃まだまだ大変だったと思うんですけど、3人の子育てはどんな話し合いをして、どういうふうに両立されていたんですか、家事って。そうですね、まずどうしてたかしら、毎日の放送だったんですけれども、まとめて撮っていたので、撮る前は本当直前に、それこそお母さんと一緒ないですけど、山のような楽譜がどさっと届くんです家に、はい、それで譜読みをするじゃないですか。でも子供が寝てから譜読みを最初しようと思ってたんですけど、子供が寝るタイミングで寝ないと私も睡眠時間が取れないですよね。睡眠不足になっちゃいますし、そうだ、起きてる時に一緒にしようってでも子供が起きてる時にもうこうしながら、もう譜読みこうピアノで弾きながら歌って、まず家で練習をして、最初は連れて行ってたんです。あ、いいですね。NHK の方にも、このキャストが決まってどうですかって言っていただいた時に、私子供を見たいと思ってますっていう話をしたんです、はい、そしたらいいよって、産んでいいよって言って、もし生まれて、まだねできてなかったから、生まれたらじゃあそういう風に協力して収録するから大丈夫よって言ってくださったんです。お母さんと一緒と、プロデューサーの方が一緒だったので、そう、力ね、心強いメッセージですよ、ね、そうなんですよ、ちょっともう父のような存在でしたので、それで皆さんに協力していただいて、収録中も赤ちゃんが泣くと、じゃあおっぱいタイムですって言われて、別部屋に子育てしてみたいな、ね、そうなんですよ、撮ってる間に、ね、1人目はそうして、2人目からはでも母に預けてました。やっぱりもうお兄ちゃんと一緒には連れていけないですから、1人目は連れて出勤もあって、2人目お母様に預けてって流れができてきて、ね、仕事面ではそういうことができたと思うんですけども、家事で昔って便利なそんなグッズとかね、家電なかったと思うので、そういった両立する上で家事で工夫していたことっていうのは何かありますか？いや、もう本当にこれ本当になんです、お母さんと一緒を録画してもう何度もこう見せてる間に、家事が、上の子たちは、でも家にお母さんそうそう、お母さんと一緒がいるのに、お母さんいるけれどもやっぱりその時のお姉さんお兄さんの方がまあ絵でも楽しいですし、私もいつも子守歌ずと歌ってましたけど、そう、あとはもう抱っこ紐です。抱っこ紐、おんぶ紐で、もう周りの方にあゆみさんいつも抱っこしてるって言われてました。誰かを抱っこしてる、なんか前後でね、抱っこと、おんぶの時もありましたし、でもそうやって歌ってらっしゃったのね、やっぱりお子さんたち、歌ってます。だからママはいつも歌ってるって言われても、歌のお姉さんが家にいるって最高ですよ。だからもう長男はずっと寝る時本を読んであげてたので、年の数だけいつも読むっていうのを約束して読んで寝てたので本好き、次男からはもう真っ暗にして、もう寝か、私が眠いので歌っていつも寝かせていたので、いつもこうその子供たちのリクエストで歌って、どんな歌を、
まあ、いろんな本当子守歌、まあ、赤ちゃんの時は本当にゆりかごの歌とかそういう一般的な、いやでもちょっと大きくなってきたら歌詞にがなんていうの、物語になってる方が楽しいみたいで、ブレーメンの音楽隊だとか、あとは時期物の歌だったりすると、梅雨の時期だと雨降り熊の子とか、あの長い歌、そう長い歌、長い歌でゆっくり歌ってました。寝てくださいっていう感じで、うん、そう、電車の窓からみたいにゆっくり歌って、あ、眠れそうね、本当ですね。いや、でもブレーメンの音楽隊は鳴き声とか出てくるので、あ、今日僕が馬とか、僕が、あ、あ、ロバとか、そう、猫とか言って、そう、全然最後まで寝ないっていう眠れないとか、そういうことも遊びながらですかね、歌は。だから子供でそういうので童謡はを聞かせてたのかもしれないです。いやいやいや、ね、歌とおんぶひも抱っこひも、うん、いろんな工夫をされて、でそのまとめて、その撮るときに仕事行ったときは、うん、食事作りとかは何かコツはありましたか？簡単にっていうか、まあ、だいたいお夕食を作っていてましたね、うん、それとか、あの主人の母があの持ってきてくれたりとか、はい、そう、スープの冷めない距離なの で、ね、そう、すごい、それは手伝ってもらったり、そう、でも私お料理をするのはあの好きなので、ストレス発散になるというか、うん、そう、作り置きは結構できる時にするようにしていましたし、はい、私の時より今ってもう本当に変わっていて、いろんなものを届けてくださるじゃないですか。そうですね、もう切って中に入っているものもありますよ ね、うん、そういうのを上手に、ね、もっと利用したらよかったなと思いますけど、何してたかな、とにかく作れる時に作って冷蔵庫に入れてました。もう今はね、 YouTube でね、簡単料理をね、そうたくさんいろいろ、そうなんです、ね、教えてくださるからね。ね、私の時まで本見てやったり、そう、そう、離乳食にしても、うん、なので今 YouTube があるから子供たちが作ってくれたりしてます。今はね。あ、そうね。そう、お兄ちゃんの方がチャーハンとか上手かもしれない。そうですよ ね、コツとかを見て、美味しくできるものとか、うちも長男が卵料理をようやく始めるようになって中3で、うん、自分が食べたいから作るよって、それだけはやってくれるようになったので、ね、新婦さんと同じようになってきました。そしてね、あの仕事がだんだんお子さんたちの成長とともに増えていったと思うんですけども、はい、コンサートなどの仕事がお子さんの成長とともに増えてきたそうですけれども、この増やしていこうと決めたタイミングだったり基準っていうのは自分の中であったんでしょうか？そうですね、やっぱり子供が大きくなって家にいる時間も少なくなったりとか、あとは長男がママやってみたらとかよく勧めてくれます。仕事というかもっと好きなことママもやりなさいよって言われます。今もそれは最近言われたんですか、ちょっと前ですか？ちょっと前ぐらい、高校生ぐらいからですかね。うん、よく見てるんだね、ま、お兄ちゃんは ね、お子さんの一言でタイミングが決まってきた。そうなんです、長男の一言は大きくて、そう、まあ長男は高校1年生の時にあのコロナ禍になって、あで、まあ、長男もそれでギターを始めてみたりとか、いろいろ自分もいろんなことにチャレンジする子 でママももっともっとこう楽しいこと やればって、もう家族のために1日終わってるよって言われて、いい息子さんね。いや、もう本当にね、長男の一言はいつも私にこう刺さるというか、そうなんですよね、まあ、たまにきついこともこうスマホを見てたら二重顎だよって言われて、あ、そう、はっきりと、そう、二重顎をこう取る運動の YouTube が送られてきたりとかママをより美しくですよきっとね、もう本当にもうね、私よりもちょっと精神的に大人になってる部分も19歳です、もう出てきて、そうですね、じゃあもうすんなりとそうなると始められますよね、うん、お子さんこれやってみたらっていう力強い言葉をもらったら、ね、夫からも言われるんですね、もう自分でやりたいことやっていいからねと言われるんですけれども、そうは言っても洗濯
だけでも3回回すしみたいな、ね、洗濯物畳んでアイロンだけでももう結構時間がかかるし、アイロンも貯めてやればいいじゃんとか言ってくれたりとか。そうですよね、でも貯めると大変だったりしますからね。そうなんです、結局自分に振りかかってくるし。そうですよね。いや、まあ、そこはね、うちなんかはやっぱり子供が3人いてフルに働いてきたので、うん、やっぱ夫との分業はすごい進んでますよ。アイロンはどちらかというと夫の仕事ですね、洗濯も交互にやる、で子供もやるので、少し前から私は週に1回しか洗濯はしない。でも洗濯機は1日おきに回ってると、あの3人家族で、まあ、お兄ちゃんたちも出てて、3人家族で2日分を1日でやって、みんなが洗濯機を回すと1日おきに。でそうやっていくと週に1回しか洗濯しないで済むんですよ。素晴らしい。上田先生、それは話し合いで決まったんですか？そうですね、やっぱりね、ちょっと洗濯そろそろちょっとやってくれないみたいな。でもちゃんと任せてられるんですね。あ、そうです。私ね、主人が洗濯物を畳んでくれてる時が何回かあるんですけど、畳み直しちゃうんですよ。いや、それ家事ハラって言うんですよね。ちょっと気になっちゃうんですね。家事ハラスメント。そう、それがバレて、もう絶対やってやらないって言われるんですけど、あのクローゼットにしまう時の畳み方があって、タオルにしても、そう、それじゃしまえないなっていう時。あとは私が夜、朝が早いので夜遅い組の食器を食洗機には入れてくれて回してくれてるんですけど、その入れ方がこう狭いと洗えてなかったりとかして、それを出して洗ってるとこ見られたりとか。カジハラですか？結構貴重面なんです。貴重面じゃないんですよ、私は大雑把なんですけれども、そういうとこだけが気になる。ちょっと自分のやり方でやりたくなってしまう時があるってことですね。そう、わがままなんですよ。で、夫の方が掃除も上手なので、お掃除とかもよくやってくれるんです。もう、私よりも上手、みんなでパパ上手って褒め作戦褒め作戦。そう、お掃除もやってくれるし、今本当にコロナ禍で変わりました。本当家にいることが多くなったので、ズームであの会議が増えたんですよ。その分お掃除得意なものもやってくれるようになったんですけど、お風呂掃除もやっぱりパパの方が上手だよねみたいな。そうね、うまい、それが。いやいや、でも洗濯物だけはね、どうしても譲れない、畳み方。そうね、まあ、家によってね、それはいろいろだと思いますけど、結構じゃあ夫さんも手伝ってくれる。最近はもう、手伝ってくれます。なんか、世の中の男性、家事の平均時間っていうのが、まあ、やっぱり妻は夫の7倍って言われてるんですよ。それが平日ですよね。そう、休日でもまだ4倍やってると。だからその上で働くってなると、かなり負担が大きいわけですよ。そうですね。だから、まあ、週1回ずつ何かをやろうっていうのだったら、まあ、仕事もその分できるし、少しね、女性は働きましょう、女性活躍推進ですと、みんな働きましょうって言ってても、結局家事育児を代わりに少しやってもらう人がいないと潰れますよ。無理ですよ、もう全部かかってきちゃうとね。だからうまく、そうですね、愛のお姉さんみたいに褒めて、褒め作戦と、ね、あと話し合い。でもやっぱり、ね、得意不得意ってあると思うんですね。そうですね、だからそこは上手にね、機嫌がいい時に話し合うのが、おすすめですから。そうですよ、言われますよね。そう、お互いいっぱいいっぱいの時は絶対にうまくいかないし、話し合いも、話し合いというか、まあ、お料理好きな男性だったらば、お料理のところとかね。でもね、最終的に料理をやってもらわないと難しいですよ。そうですね、料理をだって病気になることだってあるわけだから。その時に、じゃあ僕の分はお弁当買ってくるからいいよみたいな、僕は外で食べてくるからいいよって言って大喧嘩になるってよくありますよ。じゃあ私の分はって。そうですよね。なのでやっぱり料理を少しね、台所もパパに少し入ってもらってやってもらう方が分担は進みますよね。うちはね、お肉を焼くのとドレッシングは夫の仕事です。手作りですか？ドレッシングにうちすごい結婚して
主人が作ったドレッシングがほとんどです。すごい簡単なの、簡単なドレッシングですよ。でも絶対美味しいです、手作りは。私はそう、主人のこう、まあ、適当に作ったドレッシングでずっと、はい、そうですね。あとは 何作ってくれるかな。焼いてはくれますね。いや、うまく、ね、やっぱり得意分野をね、しっかりと褒めて、すごい。でも私が多分お料理は、好きになったんでしょうね。あの作ってるのは嫌じゃないんです。あの、ストレス発散というか、あと片付けですよ。片付けね、食器をしまうまでが片付けですと教えたいです。杉森さんは直線機とかは使ったりされますか？使ってます、もう、うん、様々です。やっぱ便利な家電も使ってね、うまく家事やっていきたいですよね。本当にもう昔の方ってすごいなと思います。もう全部ねされていたでしょう。ね、もう、で先ほどコロナ禍で、あの旦那さんがより家にいるから、ちょっとやってくれるようになった、それで褒め作戦で、さらにって話も出てきましたけど、はい、実際そのコンサートなどを増やして、やっぱりお母さんが外に出る時間が多くなるわけじゃないですか、そして家族 その生活スタイルっていうか、話してくれる言葉だったり、みんなのお手伝いの度合いだったり、何かこう変わったなってことはありますか？あの大きくなって今はやっぱりお仕事の日はみんなが協力的です。やっぱり、ママ疲れてるからいいよ座っててとか、お風呂先にいいよとか、まあ、言ってくれますね。私もなんかそのお仕事時々、ね、夫と比べたら全然 数も少ないのに、時々だからね申し訳ないのと、でもそうやってもらえるんだったらはい。となるとやっぱり働きより働き始めたことで、プラスに働いてることが出てきたってことでしょうかね。そうですね、多分私も楽しいから仕事をすることが、あの機嫌もいいんでしょうし、家族にね、家族にも優しくできるのかもしれないし、やっぱり昔欲しいものとか誕生日で聞かれてもクリスマスとかも自分の時間っていうことばっかり言ってたみたいで、物じゃなくて時間、でもやっぱり子供が小さいとどんなに自分の時間をもらってもやっぱり気になってしまって、結局心が休めないっていうか、ちょっとお茶をお友達と行ったとしても、そうだからあまり上手に使えてこなかったので、その時間も自分の大丈夫、これから、ね、これから十分自分の時間がどんどん増えてきますから。そうですよね、そうやっとドラマとかも見られるよね。今ドラマに出るのかと思った。あのそう、朝ドラだけはずっと楽しみで見てるんですけど、その夜のドラマとかはほとんどこう見る余裕というかなくて。そういう時期もありますね、そうやって自分の、ね、時間ができてきて、お仕事もちょっと増やしてきて、ここはちょっと聞いてみたいんですけども、あのお子さんを産む前 そのお仕事の向き合い方と、今実際子育てをある程度落ち着きましたよね、で、ま、仕事を再開されているということで、何かその仕事にの向き合い方っていうのは変わりましたか？そうですね、基本的に、私は同じような仕事、出産前とあまり変わってないので、向き合い方としては、まあ全力でやるっていうことで、そう変わってはないんですけれども、結婚前よりは、前よりもっと楽しんでるような気がします。自分が外に出るっていうことを、お家にいることも嫌いではない方だった、むしろ好きだった、お家にいることは好きな方なんですけども、でもそれは多分子供が生まれるまですごくお仕事を休みなくしていたから、もうなんかもう走ってきましたからね。そう、20代はお仕事を頑張りました。 30,40 代は子育てを頑張りました。50代、私に需要があるんであれば仕事を頑張りたいなっていう気持ちになってます。あります、やっぱり子供ができて産んで分かることってもありますよね。ありますね、本当に相手に、人に対しての感謝の気持ちがすごく高くなりました。やはり若い時ちょっと気がついてないところとかもたくさんあって、でも今は本当に皆さんのおかげでこうできると、皆さんのおかげで子供が育ってると思うと、
皆さんに本当にありがとうございますという気持ちになりますね。あの前編の中で、もしね、戻ることができたら、今だったら子供だともうちょっとうまくできるみたいな、そんなお話もあったんですけども、やはりその時間の流れで、お母さんを経験してまた仕事に戻るっていう、その強みだと私は思うんですけども、その辺はどう感じてらっしゃいますか？そう、一番大きいのは本当恥ずかしい話、子供が生まれるまで自分が多分一番だったんです。もう全てにおいて自分がこうしたいからこうしよう、自分の24時間が自分の時間だったのが、今は24時間本当に家族のために生きている感じが するんですよね。それでもっとこの人のために、人のためっていう、こう上からの言い方になってますけど、できるようになってるんではないかなと思います。こうしたらみんなが喜んでくれるかなとか、こうした方がこの方のためにいいんじゃないかなっていう考えにすごく変わってるような気がします。それはやっぱり子育てを、ね、経験してきたっていうのは上田先生大きいですよね。やっぱり子育て一人じゃできないから、いろんな人の手を借りて、そこに感謝の気持ちですよね、はい、本当にもう幼稚園の先生もそうですし、小学校の先生もそう、いろんな方のおかげで今子供たちが育ってるなと思うんで、私もあゆみお姉さんに感謝の気持ちです、うちの第一子を育てる時に毎日毎日歌ってくださってた。皆さん感謝してますよ、この先の夢はありますか？そうですね、これから多分それはできてくるんだと思うんですけども、本当に私子供たちが可愛すぎて、ずっと見ていたいので、今までは習い事を、子供たちの習い事を見られるものは全て見に行ってたんです。本当にもう追いかけすぎなぐらいずっと見てきてたのが楽しみだったんで、子供の成長が、お子さんも多分嬉しかったですよ、ね、どうでしょうね、うざいと思われてるかもしれないんですけれどそれが楽しみだったんで、これからはそれを、自分の楽しみを見つけたいのが見つけようと思います、はい、まあ、歌があるから、そうですね、あ、そうでした、そう、もっとね勉強したいと思います、歌の歌を、はい、これからもっとレッスンにも、自分のレッスンに行きたいと思っています。まあ、またクラシックとか、クラシックのレッスンに行きたいです、まあ、1年に1回ぐらい自分のコンサートができたらいいなとは思います。いい言葉が出てきました、はいはい、そして、ね、まとめで、やはり今日のテーマにもありますけれども、重森さん流 の、仕事をしながら、やっぱり3人のお子さんをこう育ててきたわけですから、そのうまくやっていくコツ、両立のうまいやり方、まとめとして聞かせていただけますか？私は今思うのが、母親ってやっぱり元気じゃないと務まらない、そうだから、まず一番、もちろん家族の健康とかも預かってますけれども、自分が元気いるためにちゃんと食べて、睡眠も見つけて、自分で自分の体を整えることをまず第一に考えて、家族のために、できる限りやっていきたいなって今自分が持っているので、まずは自分の心身のこう健康を、とにかく健やかに生活できることを優先していただけると、周りもこう、それが周りにもこう浸透していくのではないかなと、プラスの効果が波及するってことですよね。やっぱりね、私が病気とかするともう家庭が回らない、今の我が家は、そうなんですよね、突然こう止まってしまって、みんながあわわしちゃうので、まずは、まあ、もう大きくなってきたし、それぞれ先ほどのお話じゃないですけど、分担していってくれるんだと思うんですけども、私が元気でいるためにということをいつも考えながら、生活はしているので、皆さんもぜひ自分の一番に、自分ファーストになかなか
なれないですね。難しいけれども、でも上田先生もいつもおっしゃってるのが、ママが笑顔でいることが一番っていうふうにおっしゃってますから、心身健康でないと笑顔にもなれないので、そうするとやっぱり家庭がうまく回りますよね。はい、いい意味で自分ファーストってことがありましたよね。最後になりました。ここで配信をご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、皆さんこれからいろんなことを経験して次の道にステップに上がれる方が多いのかな、多いんだと思うんですけれども、今お話しました、自分が一番に難しいですけど、まずは自分を一番に考えて、よく食べてよく寝て健康でいてください。そうすることによって、家族にも幸せになると思うので、頑張ってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ここまで重森あゆみさんの私のレディーゴー後編をお送りしてきました。さて、ここで配信をご覧の皆さんにアンケート回答へのお願いです。レディーゴープロジェクトプラスのホームページからお答えいただけます。簡単なアンケートですので、ぜひご協力をお願いいたします。